聖、ヤヌアリウス、または、聖ジェナーロは、カトリック教会と、聖教会で、聖人、殉教者。伝承によればヤヌアリウスは、ソルファターラ近隣の洋鉱山にあるポッツオーリの、近くで、ディオクレティアヌステによる迫害が行われていた、西暦305年に成居したとされている。彼は、ポッツオーリの、プロクルス等、他の同志たちと共に打ち首にされた。 彼の遺体は後にナポリへと移され、そこで守護聖人となった。また、イタリアでは聖、ジェンナーロと呼ばれる。聖教会ではベネベントの新品聖地名者、ヤンヌアリーと呼ばれる。ヤヌアリウス毎年液化すると噂されるその血液の奇跡を除くと、ヤヌアリウスの生涯や業績に関しての情報は非常に限られているが、カトリック教会と、 聖教会の教会歴の上では、9月19日に彼の祝祭日が定められている。何百年にも渡り保存されてきたヤヌアリウスの乾いた血液は生物箱の中の小さな容器に安全に保管されている。毎年ヤヌアリウスの祝日や5月の第1日、曜日前の土曜日に彼の遺体の近辺へこれらの容器を持ってくると、 乾いた血液は液状に変化するのである。毎年、この催し物を一目見ようと、実に、多くの人々が、ナポリ大聖堂に集まってくる。祈りや、祈祷の最中に、主要祭壇にいる、大司教が、ナポリの守護聖人である、聖ヤヌアリウスの乾いた血液が入っていると言われる、ガラスのこの瓶を掲げ、それが液化したと言明するのである。この液化の宣言は、 13世紀の建造物である、ヌオーボ城において、21発の霊法で迎えられる。この儀礼は9月のヤヌアリウスの祝日の他に、5月と12月にも行われる。祝日に液化すると言われる、この血液の奇跡について、最初に言及されたのは1389年のことであった。血液の液状化は、すぐに起こる場合や何時間もかかる場合があり、 時に何日もかかることがある。アメリカ合衆国のマンハッタン、リトルイタリーにいるイタリア人や他のニューヨーカーにとってサンジェナーロ祭は一年でも目玉となる催し物である。この祭りでは多色に彩られたジェナーロの像がストリートに運ばれて通り抜け、区域内で出展などの催し物が行われる。2002年には ジミー・キンメルト道具でルーカにより、ロサンゼルス・サンジェナール祭が創立された。これは、ハリウッドにおいて、毎年9月に行われる主要なイベントである。また、歴史家のエリック・ホブズ・ボームは、この、血液の奇跡を、愛国主義の原因を説明する、歴史的な例であるとして、著書ネーションズナショナリズムシンス1780、プログラム、ミス、リアリティで触れている。 批評家は奇跡的に液化する。この地には血液ではなく、オキシ水酸化鉄のようなチキソトロピーのゲルがかなり含まれているのではないかと指摘する。こうした粘着性の物質は刺激を与えずに置いておくと増幅し、かき混ぜたり動かしたりすれば減少して液化する。加えて、超常現象の研究者でもある、ジョーニッケルは14世紀以来、 液状化する他の成人の血液がすべてのナポリの区域でいくつか存在しており、これらは一部地域の秘密を思い起こさせるものである。と述べている。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教、海教団発行。ありがとうございます。